12月24日の19時、この世界は終了する。これは僕がこの世界に復讐するためのマルウェア。ウイルスが感染した端末の通信機能を完全にダウンさせる。街中がパニックに襲われ、聖なる夜に恋人たちは悲惨な運命を遂げることになる。8歳の時、両親は死んだ。以来、僕はずっと孤独だ。子供が嫌い、ジロジロ見るから。
人の目が嫌い。グロテスクで、なんであんな変な生き物みたいなの顔にくっついてんのか分かんない。私はいわゆる視線恐怖症。お前は病気だ。お母さんと同じ。私も死ぬ。そいつはここに住んでいて、お前のことを見張っている。今この瞬間もお前をいつ食べようか、その時を狙っているんだ。私の頭の中には虫がいる。その虫は成長するために脳を餌にして人間を食べ尽くしてしまう。つまりは遅かれ早かれ私は死ぬ。肝心なこと、虫は他人に感染する。だから私はこの世界を拒絶した。大げさな話ではなく、あと少し遅ければ死ぬところでしたよ。少し採血しました。緊急につきご了承ください。世界はなんで僕なんかを生かしているんだろう。私と同じ匂いがする。絶望の匂い。
だこれ。何し、何し、おい！あんたを脅迫しに来た。告発されたくなければ俺の言うこと聞いてくれ。しばらくの間一人ガキの面倒見てほしい。ギャラは50万、2ヶ月間だけでいい。明日15時水品公園に来い。その子がそこにいる。ちょっと待って。あんた金に困ってんだろ。申し訳ないが俺はあんたのことを調べ上げている。頼んだで手を打つよ。あ、どうせあの人に頼まれたんでしょ。もしかして君が。何も知らされてない。10歳ぐらいの子供を想像して。報酬私が半分もらう。そしたら友達になってあげる。まずいだろそれは。だって高校生だろ。あんたくらいの男の人が私くらいの女の子と友達になるにはそれぐらいの対価は常識。でも報酬だって先払いじゃないと信用できない。私もうすぐ死ぬんだ。病気なの。嫌なら別にいいんだよ。あんたがどうなると私は知ったことじゃないし。もう現金はそれしかないんだ。少し待ってくれないかな。振り込まれたらすぐ払うから。何？君、あの男の人とはどういう関係なんだ？さあ。実は僕は何も聞かされてない。君が誰で、あの人とどういう関係なんだ？さなぎ、ひじり。廃人？そんなわけないだろ。気が変わった。おい、おい、ちょっと待て！おい！条件付きにする。お金を払ってもらうまでここを好きに使わせてもらう。おい冗談だ。触るな触るな。つうか何ここ、保健室みたい。Ich bin verliebt, ich schwebe dahin, ich
どうだ。もう耐えられない、やめさせてくれ。いいか、あの子はお前が思ってる以上に普通の女の子だ。だから扱いには細心の注意を払え。もし傷つけるようなことがあればお前の犯罪を告発する程度じゃ済まない。絶対に俺を欺くようなバカなことはするな。これは警告だ。ギャラは振り込んでおいた。それじゃあ早速次の任務だ。彼女が学校に行かない理由を聞き出せ。単に面倒だからとかそういう理由じゃないんですか。お前、自分の痛みには敏感なくせに他人の痛みには鈍いんだな。あの、せめて目的を教えてくれませんか。それが分かったら聞き方だって。余計なことは聞くな。できればマスクもしてスリッパを履いて。お願いだから。
なんで裸なの？覚えてないの？まあ適当に掃除したけど、気になるなら後で自分でやって。疲れちゃった。あの僕は潔癖症なんだ。知ってる。ただの潔癖じゃない。他人を受け付けない。外にも出られない。昔食べてみて。恋人が作った料理を目の前で吐き出したことだってある。どう？美味しい？あの時はあの蔑んだ目が忘れられない。だっさ。なんでここなの？こういうとこ大っ嫌い。 ATM が近くにあったから。確認して。25万。確かに。そんな大金どうするの？どうしよう。家出でもしよっかな。猫好き？好きなわけないだろ。そう。じゃあトキソプラズマついてなさそうだね。え？何？人を猫好きにする寄生虫。どういうこと？寄生虫？トキソプラズマは猫が持ってる寄生虫。ネズミに感染してネズミの脳を猫好きに変える。そうすることでネズミが猫に食べられるのを抵抗しなくなる。人間に感染した場合、人間にも同様の傾向が生じると言われている。あのさ。何？どうして学校行かないのかなって。あ、別に。ただちょっと気になったというか。そんなこと聞けって泉さんに言われたの？その理由は適当でいいと思うんだ。要はあの人が納得すればいいんだが、気になって僕に打ち明ける気はないし。嘘とかでいいんだ。嘘はつかない。私のこと聞いてるでしょ。何も。私とやりたい？全然。なんだ、すぐに死ねるのに。どういうの？そのまま。私は汚れてるの。僕が死にたそうに見えた。別に。私はいつ死んでも構わないと思ってるから。
君もそんな感じなのかなって思っただけ。僕は自殺はしないって決めてる。復讐したいと思わないの？自分を無視したり苦しめた社会に。 そんなのはこの世に未練がある人間のやることだ。僕は全部諦めてるから。立派だね。君はそれなりに人生を楽しんでるように見えるけど。私たちやっぱり会わないかも。大丈夫ですか？もしもし。
と取られた。気分が良くなるまで待つ。私、人と目を合わせるのが怖いの。そうだ、なんとなく気づいてたけど。目が合うと脅迫されてる気分になる。私の中に土足で踏み入れられてるような。目が合うのが怖くて耳を塞ぐ。意味わかんないよね。いや、わかるよ。僕も似たようなもんだ。世界は僕を拒絶するのに、僕が生き続けているのはなぜだろうか。誰もがその辺の至る所で手を握り合って、キスして、抱き合って、セックスしてる。遺伝子を残すために、このウイルスがこの世界に放たれた瞬間、それはもう僕の遺伝子で、僕がこの世界に残せる唯一の足跡。視線恐怖。人の目が怖いって言ってました。本当に自分からそう言ったのか。よっぽどあんたのことが気に入ったんだな。どういうことですか。二人の親密度を測りたかった。何も考えるな、言う通りにしろ。まあ今は二人で楽しく遊んでろ。遊んでろって。いいか、警告だ。何があったとしても絶対に一線だけは越える。キスも。何言ってんですか。そもそも恋愛対象外ですよ。まあいずれわかる。汚れちゃう。いや、大丈夫。
お腹すいた。もうクリスマスツリー？ハロウィンが終わればクリスマス、世の中の定番だね。クリスマスイルミネーション見たいな。僕らみたいなのが正気でいられる場所がない。見たの？考えただけでゾッとする。あ、同じ。ありがとう。君の病気って何なの？分からない。お母さんも同じ病気だった。今お母さんは？自殺しちゃった、小学生の時。今は体調悪い？ううん、むしろ絶好調。私、君といると視線恐怖和らぐの。そう。これはチャンスかもしれない。何なの？リハビリ。リハビリ？普通に電車乗って、普通にレストラン入って、普通に注文して、普通に食べて、まあとにかく普通のことするの。それはちょっとハードルが高すぎるな。最近外出が増えてるそうですね。視線恐怖が和らいでいる。いい兆候です。鼻血が出た。順調な証拠です。苦しいの。この辺りがドキドキする。なんか最近すごく変な気持ちになるんだ。今までに感じたことのない。って嘘だよ。するわけないじゃん。もちろん信用しています。私これからどうなる？適切な治療をして健康になる、それだけです。お母さんは死んだ。何か誤解をしているようですが、何にせよいい兆候です。ずいぶん早いな。もうこんなに大きく。はい、この分だと今月のうちには。今年もこの国の自殺者は2万人を超えるそうだ。そのうち何人が虫の犠牲者だと思う？日本だけではない、各国で犠牲者が相次いでいる。高坂に話しますか？いや、ひじりの治療に支障が出る。しかし。いいから二人の監視を続けなさい。Thank you.
注文は？ピザ。お飲み物はどうされますか？僕はアイスコーヒー。アイスコーヒー。コーラ、コーラ。コーラで。はい、かしこまりました。何してんの？寝てるかと思った。静かだから。作ってるウイルス、バグがあってうまく動かないんだ。ウイルス？そう。特定のサイトを見た人たちの端末に感染して制御を奪うようになってる。ウイルスが起動するのは12月24日19時ジャスト。クリスマスイブだね。だから名前はサイレントナイト。なんでそんな日に？このウイルスに感染すると携帯がいかれて、デートの約束をしていたカップルたちの連絡が取れなくなる。悲惨なクリスマス。性格悪い。じゃあこうしよう。みんなが恋人に会えない中、私たち二人であのクリスマスツリーを見る。ざまあ見ろって感じじゃない。でもこの調子じゃ今年は間に合わない。来年かな。ダメ。絶対今年完成させて。約束。約束は破るためにあるとも言うけど。は？付き合いが大の苦手で、猫と一緒に過ごす時間だけが本物の人生だと思っています。ある日、彼は自分がトキソプラズマに感染していることを知らされます。あなたがとろくてコミュ障で猫狂いなのは全部そのトキソプラズマという寄生虫のせいだが、新種の駆除剤を一錠飲めば万事解決されると医師は告げています。僕の両親も自殺だった。8歳の時に二人並んで首吊ってた。産むだけ産んで置いてけぼり。なら産むなよな。同じだね。ただいまですね、こちらのセットにしていただきますとスクラッチキャンペーンに参加できるんですよ。そちらでファンタジーランドのチケットが当たるかもしれないんですよ。いかがですか？それでいい？あ、じゃあそれで。はい、かしこまりました。クリームソーダとダブルなんとか。サンキュー。
うまそう。そういう材料が原型を整えてない食い物っていうか料理は基本的に無理。あれじゃリハビリになんないじゃん。当たった。え？遊園地。ああ、来た。開いてみて。何これ、ゲーム作った。まあ、大したもんじゃないんだけど、その蝶をお気に入りかと思って。変な。でもこれ蝶じゃないんだよね。フタゴムシっていう寄生虫。フタゴムシはとっても小さな虫なの。一匹に見えるけど実は二匹くっついてる。へえ。この寄生虫は恋に寄生するんだ。恋？無事恋に寄生することに成功したら24時間以内に目玉を捨ててしまう。なんで？恋は盲目だから。雌雄同体なのになぜか一匹では成虫になれない。幼虫の時最初に出会った相手と結合してこんな風に蝶のような形を作る。記憶の鳥みたいに。記憶の鳥。伝説上の鳥。オスとメスがそれぞれ一つずつ目と翼を持っていて、一緒じゃないと飛ぶことはできない。結合してやっと大人になって卵を産んで、その後も死ぬまで離れることはない。無理に引き離すと死んでしまう。壮絶な人生だ。危ない。どう思い？早い上達が。プレゼントの開始。でもいいの、私にはこっちの双子虫があるから。ありがとう。多分僕は一生一人だ。結婚はできないし子孫を残すことも。生物の使命が遺伝子を残すことにあるなら、どうして自分は生まれたんだろう。どうでもいいじゃん、別に。
いこと言ってんじゃないよ。おかえり。お前と少し話をしようと思ってね。ひじり、さあいよいよだ。治療を始めよう。ずいぶん待たせてしまってすまなかったな。いろんな治療を考えて研究してきたが力不足だった。だがようやくだ、お前を救うことができる。分かった。あと一息だな。その代わり彼は巻き込まないで。そんなわけにはいかない。お願い。それはお前の考えじゃない。思い込まされて言わされているだけだ。違う、私の気持ち。違う。それが虫のやり方なんだ。いつの間にか人の心を乗っ取り都合のいいように支配する。お母さんも同じことを言った。これは私の気持ちだと。そして治療を拒んだ結果があれだ。お母さんは虫に殺されたんだ。お前ももう感じるだろう。衝動的になり自分が自分で亡くなるような感覚を。虫には逆らえない。放っておけば死ぬしかないんだ。すまないで。お母さんにもこうしたんだね。ひじ、落ち着きなさい。座って。明日から治療に入る。一晩頭を冷やしなさい。
いつか君を殺しちゃう。おい、どこ行くんだ。明日から治療を始める。治療ってなんの。さらげ。どういうことですか。彼女の頭の中には寄生虫が住み着いてる。そしてそれと同じのがあんたの中にもいる。お前の頭の中だよ。おい、冗談じゃねえぞ。虫が住み着くと社会に適応できなくなる。引きこもり、パニック障害、戦況、潔癖症。おそらく一般的に社会不適応と言われる人間の7割は虫の感染者だ。驚くことじゃない。人には100兆個以上もの細菌が住み着いてるが、これが正常だ。菌なしで人は生きられない。厄介なのは、虫は真綿で首を絞めるよりじわじわ宿主をコントロールしていくことだ。コントロール。お前は今あの子好きだと思ってるから。虫は自分の宿主の脳に命じて他の宿主に近づきを仕向ける。だがそんなことを知らない当人同士はそれが自分たちの意思だと思ってしまう。我々は出会うべくして会った運命の恋だと。虫の話を聞いて。泉さんが僕らを近づけたのは虫を成長させるためだったんだってね。成長して大きくならないと摘出ができない。その成長の具合で僕たちみたいな人間の不安症状は緩和される。君と出会って潔癖症は良くなってると思ってた。全部虫のおかげだったってことか。キスやセックスで宿主同士が接触してしまうと虫同士も交接し、宿主の中に卵ができる。すると虫は宿主本体を食い荒らす。精神を病んだ宿主は自殺に追い込まれる。私はこのままがいい。治療が進んだらまた会いに来るよ。治療してまた普通のことしよう。
ここに一人の猫好きがいます。彼は自分がトキソプラズムに感染していることを知らされます。新種の駆除剤を一錠飲めば万事解決されると医師は告げています。さて問題です。この時彼は人間嫌いを治すために猫好きまでも治そうとするのでしょうか。今さら猫中心の生活を捨てて人間の輪の中に入っていくことが彼にとって真の幸せと言えるのでしょうか。はい。ひじり、そっちに行ってないか。え？院長が見つけた最初の感染者は自分の娘だった。ひじりの母親だよ。院長は虫を取り除こうとしたが彼女は拒んだ。自分がいなくなると。自分がいなくなる。俺が彼女と出会ったのは彼女がひじりを産んだ直後のことだった。彼女は重い心の病を患っていたが徐々に心を取り戻していった。恋をしたんだ。でもそれは寄生した虫によってもたらされた偽物の恋心だった。治療すればその恋を失い、しなければ虫に殺されると知った彼女は死を選んだ。あの子は母親と同じ道を歩もうとしている。Thank you.
ここで死んだの。お母さん。一緒に治療を受けよう。治療したって僕は僕だ。何も変わらない。もう新支配されてるなんて最悪だよ。なんだよそれ。そんな誰かにコントロールされたような偽物みたいな人生。偽物の何が悪いの？私のこの気持ち、これがなくなってもいいの？ねえ。おい、おい、待って、払い。ねえ、これは何？ここにあるのは、虫がここでしょ。ここにあるのは何？ずっと誰も好きになれなかった。だけど君に会って初めて好きだと思った。ああ好きだなって、会いたいなって、ちょっとでも手が触れたり撃たれてもそれもいいなって。君が私に心をくれたんだよ。心がなくなるくらいなら私は死んだ方がいい。でも私が消えてしまうのだけは嫌だ。サナギがそう思うなら、本気で死にたいと思うなら、君を死んでほしくない。君は僕に命をくれたんだ。ありがとう。いいんだ。僕らは双子虫だから。Thank you.
手術は終わりました。無事に取り除きました。あなたの中にもう虫はいません。ああ無理をしないで、まだ麻酔が効いている。さあ、ごめんください。手術なんて必要なかった。サナギだって望んでない。彼女にもすでに虫はいません。治療も受け入れています。27年間続いた偽物の世界はあっけなく終わった。僕を苦しめてきた潔癖症は嘘のように消え、普通の生活が始まった。高坂くん、本当に助かったよ。超即戦力、すごいね。本当にうちでよかったの。じゃあこれからもよろしくね。はい。お疲れ様。仕事すごいね。入社して1週間でうちの会社の未来背負ってる感じ。そんなことないですよ。他に自分でも作ってるのある？おしゃべりする AI アプリは基本的にユーザーは全工程で学習能力も高めて、要するに育成できるストレス解消アプリというか。あとクリスマス向けにちょっとした遊びみたいなソフト。すごいね、将来背負ってるわ。食べて食べて。ありがとうございます。すみません。
久しぶり。元気そうだな。泉さん、ひじりそっちに行ってないか。え、何かあったんですか。3日前だ。学校に行くってそれっきり。警察も何も言ってこない。そっちにメールくらいと思ったけど、その様子じゃなさそうだな。サナギも治療して良くなったんじゃないんですか。そう思ってたよ。お前は何ともないか。こんにちは。そして退院おめでとう。君と同じように私の中にももう虫はいません。まだ実感は湧かないけど、少しずつ変化は始まってるんだと思う。今は今しかないから、手紙を書くことにします。この私がいなくならないうちに。君は今消毒薬の匂いのするあの部屋にいるでしょうか。私たちの部屋に。つい数週間前まで自分もそこにいたのに、なんかもうすでにすごく懐かしい。でも、この私の胸の中にあるこの気持ちは、治療が終われば何もかも消えてしまうのかな。こうしているこの時間にも、君との記憶や君への気持ちがどんどん消えていく。掴もうにも捕まえられない。あんなに感じてたのに、幻だったのかな。時間のせいなのかな。これからは人目を気にせず、私は自分でハンバーガーを注文し、君は手袋なしで電車に乗る。まさに夢にまで見た。普通の生活が送れるね。もしもまた出会うことがあっても、私たちは他人同士。
虫を殺せば全て終わるんじゃなかったのか。なんで僕は今絶望を感じてるんだろう。結局僕はバグを残したままウイルスを中途半端な状態で世に放った。まるで僕自身のように。ヒジリの情報は？いえ。そっか。院長、これを見てください。卵？高坂の組織から検出しました。なんだと？手術で虫は取り除きましたが、卵を残していたんです。ヒジリさんの体内にも同じ卵があるはずです。何が言いたい？マヤさんが死んだ時、あなたは私の虫を取り除かなかった。私は実験台でした。つがいの虫が生殖を果たす前に片割れを失うと、残った虫はどうなるのか、また別の虫に恋をするのか、それとも死んでしまうのか、結果はどちらでもなかった。虫は私の中で生き続け、15年が経った今も私は彼女を愛している。人間と虫は共存できる。まもなく19時です。皆様に素敵なイルミネーションのプレゼントがあります。それでは皆様と一緒に30秒前よりカウントダウンをしたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。それではせーの、30、29、28、27、ウイルスが立ち上がり、感染したあらゆる通信機能をダウンさせる。23、
信号が消え、町中のライフラインがストップし、世の中がパニック状態になる。さなぎの見たがっていた世界の終わり。全然ダメじゃん。何も起きてない。世界の終わりを見てから死のうって超楽しみにしてた。ごめん。みんな幸せそうでつまんない。慣れないな、こういうとこ。似合ってない。ジーンズ似合わないね。は？うるさい。てか何これ。もう疲れた。クリスマス。普通だね。メリークリスマス。もしも明日この世界の終わりが訪れても、私がこの世界からいなくなっても、私は忘れない君のこと。空が真っ赤に染まり、街中にサイレンが鳴り響いても、今ここに感じてるこの感情がすべて、君に出会えたそれこそがすべて。この気持ちは二度と上書きさせない。あなたに、君に出会えてよかった。こんな世界消えればいいすぐにでも Today
body, please don't touch me. Don't touch me. このおぞましき虫食いだらけの世界で僕は虫けら扱いで、でも君がいれば薬みたいに全ては和らいで。 Ooh, I don't need, I don't need, I don't need nobody else but you. さまに来る孤独の中で僕を探し出してくれた Your life. Cut my butt, cut my butt.その目を見つめて、ただこの手と手をつないであげたらどんなにいいだろう。苦悩と戦う君を僕は眺め立ち尽くす。慰めの言葉なんてもの決めないの、僕には痛いほどわかるよ。ねえ聞かせて。You can speak your heart to me. 差し伸べられた手も傷つけてしまう弱虫。よく似てる。求める時やそんな子は好き。大丈夫、おやすみ。強くなるから trust in me. ただ目と目で見つめ合おう。ただ手と手をつないでよ。この世の中の不適合。こんな命なんかよりも。僕は君を愛す人が言うこと。二人のことを引き離す。どんな力も振り払い。 I'll be by your side. 君なしで僕はない。 You make me feel alive. I'll be by your sideして僕ないんだ。 You make me feel alive. なれてさ。 Okay. Ooh, I don't need, I don't need, I don't need nobody else but you. 迫り来る孤独の中で僕を探し出してくれたよ。